翔平がエリートであるのは才能のおかげではない。準備の賜物なんだ。このように語ったのは、ドジャースで特別アシスタント兼巡回コーチを務めるクリス・ウッドワードコーチです。ウッドワードコーチは2019年から2022年まで、レンジャーズの監督も務めたことがあるベテラン指導者。そんなウッドワードコーチは、大谷選手の異次元な活躍の秘訣をこのように語りました。翔平は私がこれまで見てきた選手の中で最も準備をする選手だ。エリートであるのは才能のおかげではなく、事前の準備の賜物なんだ。さらにウッドワードコーチはエンゼルス時代の大谷選手についても振り返りながら、このようにコメントしています。私はかつて翔平が当時所属していたエンゼルスと同じア・リーグ西地区のレンジャーズで監督を務めていたんだ。だから敵の指揮官としても彼のことを観察してきた。その時から、すごい、この選手は身体的に疲れないだけでなく、精神的にも疲れないと驚いていたんだよ。そこに一番感心しているんだ。ウッドワードコーチが驚いたのは、心身ともに健康的な大谷選手の姿でした。その裏には、入念な準備があったのだと納得の表情で語っています。タフな運動量に耐えられるトレーニングとケアに時間を無駄なく使っているからこそ、心身ともに元気に笑顔で球場に来ることができるんだろうね。そして今シーズンからはドジャースの一員として共に戦ってきた二人。ドジャースでの大谷選手の様子をウッドワードコーチはこのように明かしています。レンジャーズの監督から今は仲間になって、翔平の試合以外の姿も近くで見られるようになった。大好きな野球へ純粋に情熱を注ぎ夢中になっている姿はまるで子供のようだったよ。彼は毎日をとても楽しんでいるように笑っている。つまり彼は野球をするロボットではなく、優しい心を持っている人間なんだ。野球を愛し明るく取り組み続ける大谷選手の姿勢にはウッドワードコーチも脱帽させられたようですね。そうした人間性や人柄の部分についてもウッドワードコーチは感心したように語りました。長くこの世界にいると、好成績を残す選手の中には相手への敬意を欠く振る舞いをする選手もいます。でも翔平は誰に対しても敬意を払い謙虚に振る舞う。多くのスーパースターが必ずしもそうではないことを見てきましたが、翔平は相手チーム、審判にもリスペクトを表現している。指導者として多くの選手を見てきたウッドワードコーチの言葉には説得力があります。いつでもリスペクトを忘れない大谷選手の姿勢はスーパースターのお手本とも言えるのではないでしょうか。またウッドワードコーチは今シーズンの大谷選手の超人的なパフォーマンスを間近で見て感動させられたと話します。正直こんなに感動することはなかなかないよ。そして彼は競争心がとても強い。敵の監督として見ていた時も、投手大谷はピンチで感情をむき出し、叫びながら投げていたね。昨年の WBC での決勝、米国代表のトラウトを空振り三振に取ったシーンが、彼の競争心を象徴していると思う。彼はチャンピオンになるために生まれてきたのかもしれないね。そして貪欲に勝利を目指す大谷選手が、ポストシーズンの短期決戦でもその力を発揮してくれることを、ウッドワードコーチは期待しているようです。プレーオフで彼は輝くだろう。大舞台での戦いで臆することなく、プレッシャーのかかる局面をむしろ楽しみにしているかもしれないね。ということで、今回の動画では大谷選手をサポートしてきたドジャースのコーチ陣との理想的な関係性についてたっぷりご紹介していきたいと思います。コーチたちから見て、今シーズンの大谷選手のパフォーマンスはどのように映ったのでしょうか。クラブハウスや舞台裏のエピソードもたくさんありますので、ぜひ最後までご覧ください。この動画が良かったら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。それでは早速参りましょう。エネルギーを与えたいんだ。トラビス・スミスコーチが支えた大谷のメンタル。誰よりもハイテンションでドジャースのダグアウトを盛り上げていたのが、コンディショニングコーチを務めたトラビス・スミスコーチです。アニメ好きなスミスコーチは試合前のダグアウト内で大谷選手とドラゴンボール Z でおなじみのフュージョンポーズを披露するなど、
ムードメーカーとして大活躍。時にはお揃いの水筒を持って乾杯をしたり、またある時は山本由伸投手を交えてパフォーマンスをしたりと、スミスコーチのアイデアで様々なパフォーマンスを行っていました。スミスコーチはチーム内での盛り上げパフォーマンスについて次のように話しています。僕はみんなを盛り上げてエネルギーを与えたいと思ってるんだ。翔平にもシーズン前に何かセレブレーション、祝いの儀式を君のために考えるよって伝えて、最初にショータイムから始めたんだ。彼のような男に盛大なお祝いはとてもマッチしていた。いくつかのセレブレーションは彼のアイデアでもあるよ。ドラゴンボール Z とかね。エンゼルス時代はクオリティコントロールコーチのティム・バス氏が盛り上げ役を務めるなど、メジャーでは日々のモチベーションの維持も重視しています。スミスコーチは次のように話していました。毎日がハッピーだ。こんな好きな仕事をさせてもらっているんだから、それを表現したいと思っている。トレーニングの合間などスミスコーチはたびたび選手たちをリラックスさせ、笑顔にしてきました。2月に行われたオープン戦では、この日初めてドジャースのユニフォームを着て試合に出場することになっていた大谷選手に対し、即興でこのように盛り上げていました。皆さん、そして世界中の野球ファンの方々、キャメルバックランチからライブです。さあ、ショータイムだ。イベントの司会者になったかのようにベンチ内を歩き回り、声を張り上げていたスミスコーチ。大谷選手にとっても移籍後の初実戦で緊張感はあったかもしれません。それでも、スミスコーチの絶叫アナウンスでリラックスできたようです。大谷選手はこの日の3打席目で見事ドジャース1号ホームランを放ってみせました。新チームへの移籍やグラウンド外のスキャンダルなど、大谷選手にとっては大きく環境が変わり、メンタル面で負担になることも多かったでしょう。そんな中、明るく楽しいスミスコーチとのルーティンは大谷選手の支えになったに違いありません。選手の体調管理をしながらムードメーカーとしてチームを盛り上げてくれたスミスコーチは、大谷選手との関係性についてこのように明かしています。ドラゴンボール Z やポケットモンスターは好きだったよ。それ以外は僕の新しい日本人の友達が教えてくれたんだ。にやりと語る視線の先には大谷選手の姿が。二人で日本のアニメ談義に花を咲かせていたようです。スミスコーチはクラブハウスでの様子についてもこのように語っていました。この男は活力があって遊び心があって冗談をよく言うんだ。陽気になってふざけているけど、いざフィールドに出ればさあやる時だとなる。こういう男を見ることはとてもユニークなことだね。スミスコーチが絶賛したのは大谷選手の切り替え力。クラブハウスではリラックスしながらも試合では驚異の集中力を発揮する様子をスミスコーチは何度も見てきたのでしょうね。また春季キャンプからチームに帯同していたスミスコーチは、大谷選手の取り組みを見て開幕前からその大活躍を予想していたのだそうです。今季は打撃と走塁だけに集中すればいいから、何かしら偉業を達成できると思ってたよ。話していく中でも彼は心の中にゴールを秘めていて、もっと上手くなりたいと望んでいると感じたからね。今シーズン開幕前のキャンプで大谷選手は走塁に関するトレーニングを積み上げてきました。スミスコーチが見ている中でも、いくつもの最新機器を取り入れ、課題をクリアしていく大谷選手の姿は、感心させられるものだったようです。一生懸命練習したいというメンタリティがあるし、トレーニングや試合の学び方についても非常に戦略的に行う。ベストになりたいと考えていることがわかる。たくさんのツールを持っているユニコーン。今の彼のゴールは彼のクオリティを維持し続けることだから。どれだけ素晴らしい成績を残しても大谷選手の向上心が尽きることはありません。常に課題を持ち、それをクリアするにはどうすればいいのか考え、行動することをやめないのです。大谷選手がひたむきに野球に取り組む姿勢にスミスコーチも感激させられたようですね。大谷と共に走塁改革を進めてきたコーチたち。今シーズン開幕前のキャンプで大谷選手は特に一歩目のスタート改善を徹底してきました。ブルワーズなどで監督を務めたレネキー GM 特別補佐から助言を受け、リードで二塁方向へ体を開く構えを導入、そしてゲームの中で徐々に体の開き具合を調整したのだそうです。
レネキ GM 特別補佐は、そんな大谷選手の走塁について次のようにコメントしています。スタートと構えがいい。彼にとって自然な感じになっている。あとは生まれながらの野球感がいい。それは教えることができないもの。構えの姿勢の改革、そして生まれ持った才能がこれほどまでに走塁を進化させた理由だと語るレネキ氏。そんなレネキ氏は、今年の春キャンプで大谷選手の走塁練習を行った際、その練習内容について次のように語っていました。できるだけ効率化することに取り組んだ。盗塁、一塁から三塁、本塁に走る時など、彼は全てを全力で取り組む。今年は投手としての練習をしなくていいから、他の部分に取り組む時間がある。リードの幅からスタートの切り方、さらには帰塁と、大谷選手の走塁の細部まで徹底的に追い込んだレネキー氏。そんなレネキー氏は、大谷選手の才能と心持ちについて次のように称賛しています。とてつもないスピードの持ち主だ。だから走る能力をもっと効率よく発揮してもらいたい。翔平が今年はもっと走りたいことを知っている。大谷選手の才能と勝利に向けた向上心が凄まじい記録を生み出したのですね。また、クレイトン・マッカロー一塁コーチも大谷選手の走塁の変化について言及し、次のように語っています。右足がよりオープンになった。そうすることでスタートしたらより直線的に走ることができる。インタビューが行われた当時、大谷選手は明らかに右足に重心が乗ったリードをしていました。牽制での帰塁が難しくなるように見えますが、このリードについてマッカロー一塁コーチは次のように語っています。ベース後方部分の角に帰塁することでタッチから逃れることができる。自信のあるリードの大きさを模索し続けるだろう。さらにマッカロー一塁コーチは、大谷選手の走塁へのマインドについて次のように語っています。走ることにおいて、もっと試合で貢献したいと意欲的になっている。できるだけ早く、トップスピードで走れるように取り組んでいる。またマッカロー一塁コーチは、オープンスタンスのリードの利点について次のようにコメントしています。直線で走れるようにそのスペースを作る。そして走っている時に体がぶれないようにする。大谷選手はオープン戦の試合前ウォーミングアップでは必ずこの構えからスタートダッシュを繰り返していました。走塁改革という明確な意図を持ってコーチと共に入念な準備を重ねたことが躍進の理由の一つとなったのです。彼は本当にいい生徒だったよ。大谷の盗塁をサポートしたクレイトン・マッカロー一塁コーチ。打者に専念した今シーズン、大谷選手はキャリアハイの2倍以上となる59個の盗塁をマーク。エリー・デラクルーズ選手の67個に次いで、両リーグ通じて2位という素晴らしい結果を残しました。この偉業達成の裏には、先ほども紹介したキャンプでの走塁改革に加えて、シーズンを通してのコーチたちのサポートがありました。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は、大谷選手とコーチの関係性を称賛し、このように語っていました。投手の特徴を読むということに関して、マッカローは間違いなく大きな貢献をしている。彼らの間には信頼関係があるよね。ロバーツ監督が称賛したのは、一塁コーチとして日々大谷選手の走りを見守るクレイトン・マッカローコーチです。ヒットを打った際に塁上でヘルメットをぶつけ合うヘッドバンプのパフォーマンスはファンの間でもすっかりおなじみとなりましたね。そんなマッカローコーチは積極的に盗塁を狙っていく過程で大谷選手の勤勉さに驚かされたのだといいます。翔平は本当にいい生徒だよ。勤勉な姿勢はいつも変わらない。彼の盗塁について語るならば、まずは試合前の準備の賜物ということになる。彼はとても多くのビデオを見るが、ただ見ているだけではない。なぜアウトになったのか。この研究が非常に素晴らしい。成功を追い求める前に失敗の原因をクリアにする。同じ失敗を繰り返さないためだろう。それから先へ進む準備が始まるんだ。さらに大谷選手とのやりとりを明かしながら、59個もの盗塁を決められた要因について語っていました。相手投手については大体試合前に話を終えている。私が翔平に話しているのは投手が捕手に投げるまでの時間だ。
そして彼は捕手が早急に要する時間を本当によく把握している。この二つを頭にインプットし、そこから自分が快適に走れる時間を割り出している。相手のトータルタイムと自分の二塁到達タイム。この数値を彼は冷静に割り出す。根拠のない盗塁は絶対にしない。ここに今季 92% にも及ぶ成功率を残す要因があると思っている。試合前のクラブハウスでしっかりと準備を行っている二人。やりとりを繰り返す中で、マッカローコーチは大谷選手に驚かされていたのだと言います。翔平は本当にスマートだ。彼の知性と記憶力には本当に感心させられる。我々は試合前のかなり早い時間に話し合うが、それから3、4時間後、もしくは翌日になっても私のところにやってきてこんなことを言うんだ。この投手はピックオフ、牽制の時にこんなことをしていますね。こっちの投手は投げる前にこんなところに視線が向いていますねってさ。そして研究熱心な大谷選手は試合中にも積極的に意見を求めてきたと言います。マッカローコーチはそうした姿勢を高く評価していました。試合中のダグアウトでのことだが、彼は映像や数値のデータが入ったタブレットを持ち出し、私のところへよくやってくるんだ。そしてこう提案される。この後ブルペンからこの投手が出てくると思います。ちょっと復習をしておきましょうかってね。さらに大谷選手の研究は出塁した後にも続きます。一塁上でのやり取りについて、マッカローコーチはこのように語っていました。一塁ベースに立った時点で、彼は投手、捕手、試合状況、カウント、すべての予習を終えている。その上で、常に新しい根拠も探そうとしているんだ。一塁ベース上では、改めて相手投手の投球フォームを観察する。これだけの準備を試合前からしながらだ。飽くなき探求心、準備に終わりはないということだね。常に新しいものを見つけようとする姿勢には本当に頭が下がる思いだよ。このように大谷選手の勤勉さと準備力にとても驚かされたマッカローコーチ。しかしその取り組みは決して自分の盗塁数を増やしたいという意識で行われたものではなかったと感じていました。翔平には多くのミーティング、準備、さらに投手復帰へのリハビリまである。限りある時間の中でどれほど勉強し、詳細にビデオを確認しているか。盗塁に対する意識の高さがその勤勉さによく現れている。そしてそれは自分のためではない。すべてがチームの勝利のためだ。彼と接しているとそれがよくわかるんだよ。大谷選手はシーズン終盤になっても常にチームの勝利を最優先にプレーしてきました。インタビューで前人未到の個人記録に関する質問が飛び交う中、知りませんでしたと自分の記録を把握していないこともしばしば。そうしたチームファーストの精神にマッカローコーチも脱帽させられたようですね。打撃不調の大谷を救ったコーチのアイデア。走塁改革が実を結ぶ中、バッティングでは開幕から8試合連続、40打席連続ノーアーチと苦しみました。大谷選手は当時を振り返ってこのように語っています。早くホームランを打ちたいという気持ちで、どんどんいいアットバットからかけ離れている状態だった。そんな大谷選手の不調を救ったのがコーチのアイデアでした。打撃コーチを務めるバンスコヨックコーチは、大谷選手のためにクリケットバットをアマゾンで購入、バッティング練習に取り入れたのです。大谷選手はこの意外とも取れるバッティングのトレーニング法について、次のようにコメントしています。クリケットのバットはなんか面になっているので、面で捉えていくというか、どちらかというと体を振って返しているのが早い感じのスイングではあったので、握った時に良さそうだなっていうか、練習の一環として良さそうだなと思ったので、昨日やりました。昨日は2回凡退した後は、クリケットのバットで打ったりとかして、まあ2安打したんで、今日もやろうかなと思っています。このように、クリケットを用いた練習を取り入れた大谷選手ですが、非常にいい感触を得たようです。その後、大谷選手の打率はうなぎ登り。この変貌を見たドジャースの同僚、ジェームス・アウトマン選手も、クリケットバットを用いた練習を取り入れ始めるほどでした。アウトマン選手は次のようにその経緯についてインタビューに答えています。クリケットのバットを今日振ってみたよ。翔平が2安打打ったのを見て自分もやってみようと。コーチのアイディアといいものはすぐに取り入れるというドジャースの開放的な文化が
大谷選手が不調を脱却するきっかけとなったのですね。バンスコヨクコーチは次のように話し、好調に転じた要因を分析していました。シーズン最初の数週間、バットがヒッティングゾーンに入ってすぐに出てしまっていた。しかし今はより長くゾーンにとどまり、より多くの球をカバーできている。さらに、同じく打撃コーチを務めるアーロン・ベイツコーチは、タブレット端末で撮影した映像を見ながら次のように話していました。クリケット用のバットは創造的に選手のルーティンを多様化する目的で使っている。実は MLB の他球団の打撃コーチとも話し合い、打者を手助けできる新しい道具を見つけようとしているんだ。こうしたコーチ陣のサポートを受け、大谷選手は自分のペースを取り戻すことができたのです。土軍コーチ陣が語る大谷のバッティングの異次元さ。その後、大谷選手は調子の波はありつつも、大きな不調に陥ることなくシーズンを走り切りました。最終成績は159試合に出場し、54本塁打、130打点、打率3割1分。出塁率と長打率を合わせた OPS の数値はリーグトップとなる驚異の 1.036。 またナ・リーグの本塁打王と打点王にも輝いています。打率、安打、ホームラン、ツーベースヒット、打点、盗塁は2018年からの MLB での7シーズンでキャリアハイの成績となりました。大谷選手のバッティングについて、その修正能力に拍手を送ったのがバンスコヨクコーチです。今シーズンはロバーツ監督から口酸っぱくストライクゾーンの管理を徹底するように言われてきた大谷選手、時にはストライクゾーンが広がってしまうこともありましたが、それをすぐに修正できていたとバンスコヨクコーチは振り返ります。確かにオールスターの前後は高めのボール球に手を出していたが、その後の試合は見極めが良かった。翔平は能力が高いので、ある程度ストライクゾーンを外れていても打ててしまう。しかし短期的には結果が出ても、長いスパンでは相手に有利となる。もちろん彼もそれを分かっているので、またうまく相手の攻めに適応をし始めた。明らかに広がっていたゾーンが狭くなったんだ。このように不調を長引かせない大谷選手の修正能力の高さ、バンスコヨクコーチはそれが地道なデータ分析と動作確認の賜物だと感じているようです。トレーニングの様子を見てこのように語っていました。彼はデータを好む男だ。試合ごとに必要なデータを集め、常に準備万端。彼は自分の過程が測定されるのを本当に大事にしている。だから彼はやることすべてを測定しているんだ。トレーニングでは自分自身のスイングスピードや動きを数値で管理し、思い通りに動けているか確認している。誰よりも自分の体のことを知っていると思うよ。またマッカローコーチは大谷選手のシーズンを通した安定性を絶賛していました。スイングに速さと回転力があり正確さもある。安定してバットの正しい位置でボールを打つ。だからクレイジーな打球速度になる。もっと良くなりたいと努力し続ける姿勢がある。どう鍛え、何を食べ、どれくらい休めばいいかをよく理解している。試合の中で課題を見つけ、データ分析も活用しながら課題を確実に改善していく。大谷選手がシーズンの中で繰り返してきた的確な修正が、前人未到の偉業達成につながっていたのですね。エベル三塁コーチ&マッカロー一塁コーチが語る大谷への期待。ドジャース移籍1年目から素晴らしいパフォーマンスで MLB を大いに盛り上げた大谷選手。今や MLB の顔となった大谷選手がトップ選手であるゆえんについて、マッカローコーチとディノ・エベル三塁コーチが現地メディアのインタビューに応じました。マッカローコーチは貪欲に成長を求め続ける大谷選手の姿勢についてこのように話しています。一緒にビデオを見て相手投手や盗塁のチャンスなど意見交換をすることもある。彼はとてもオープン。翔平が気づいたことをチームにシェアすることもある。エベルコーチもこうした大谷選手の練習への姿勢を絶賛しました。投げて打って走ってすべてできる。スーパースターに必要なものをすべて持っている。でも彼はスーパースターであってもチームの一人でいたいと考える選手。特別扱いしてほしいと思っていないと思うよ。
ものすごく一生懸命練習するし、常に勝ちたいと思っている。すべての人へのリスペクトもある。15歳の息子にはいつも、翔平を見て真似をしなさいと言っているんだ。大谷選手が現状に満足せず、すぐにまた次の目標に向かって練習に取り組む姿勢は、チームメイトたちにもいい影響を与えているようです。そんな中でも、スターだからといっておごることなく、同じチームで戦う選手たちが一丸となっていることがよくわかりますね。さらに両コーチは、大谷選手の今後について、これからが非常に楽しみだというコメントを残しています。マッカローコーチは次のように語っていました。彼ほど自分の体に規律正しく接している選手はいない。35歳になっても活躍できるはずだ。大谷選手はドジャースと2024年から2033年までの10年契約を結んでいます。年齢で言えば40歳まで。二刀流で戦う大谷選手がどこまでパフォーマンスを維持できるのか不安視する声もある中、エベルコーチも大谷選手に年齢は関係ないと断言しました。非常にいい練習の習慣があって、それをこれからも継続するはず。年を重ねても常に良くなることを目指して進む。彼に年齢の壁なんてないだろう。大丈夫だ。球界でベストな選手。いや、地球上でベストな選手だから。ドジャースで様々なスター選手を指導している二人のコーチのコメントからも、大谷選手のプロとしての意識の高さが垣間見えます。さらに、マッカローコーチは大谷選手への期待をこのように語っていました。今シーズンの途中に彼は200本塁打を達成したけど、もう次の100本が待ちきれない。その100本を自分も見届けたい。翔平の場合、何でも起こり得るからね。楽しみだよ。大谷選手は7月13日のタイガース戦でメジャー通算200号となるホームランを放ちました。そこから数字は伸び続け、今シーズン終了時点でメジャー通算225本まで記録を伸ばしています。大谷選手なら300号も瞬く間に達成してくれることでしょうね。いかがでしたか？ドジャースのコーチ陣と大谷選手には素晴らしい関係性が築かれているようですね。大谷選手が好調を維持できた要因は技術面や努力ももちろんありますが、周囲の環境も関係していることでしょう。技術面、メンタル面でサポートしてくれたコーチたちは、まさに影の立役者だったのではないでしょうか。これからも大谷選手はコーチたちと手を取り合いながら進化し続けてくれることでしょう。来シーズンには投手としての復帰も期待されています。今後の活躍からもますます目が離せませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、たくさんのコメントもお待ちしています。それではまた、次の動画でお会いしましょう。